はい、ポッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、電車でゴースリー通勤編、鉄人モードやっていきたいと思います。キハ72系ですね。湯布院の森ですか、これは。これもまた難しいんだよね。まあ、鉄人モードは難しいよな。一発でクリアできることなんてないもんね。まあ、グッドゲームチャンネルさんのね、動画を参考にしてまたやってんですけどね。グッドゲームチャンネルさんすごいですよね。ボーナスゲームとかで、アサルトを出してるんですよね。僕はあれ出したことないんですよ。あと、エクセレント。鉄人モードでエクセレントも撮ってたような気がするんだけど、俺撮ったことないんだよね。一回もないからね。まあ何キロ、80キロぐらい出した方がいいのかな。さっきとスピードメーター違うな。787系やった時とスピードメーター違う気がする。気のせいか。あ、こっちの方が見やすくていいけど。制限80は。あんまりダメなのかな。早く通過してもダメってこと。制限80。
制限95が途中であるから加速の性能がいいもんね。グッドにしてくれた。ちょっと手前すぎたかな。緑の41センチか。手前すぎたもんな。ギリギリだったな。ボーナスゲーム。あー出た。何キロ出せばいい。あ、これ。あー、そうか。警笛鳴らせばいいのか。スピードかと思って。スピードに合わせなさいかと思って。何キロ？何秒もらえた？もらえないんじゃない？あ、6秒もらえたか。間違えたよ。攻略本開こうとしてね、ページめくろうとしてる間になんかボーナスゲーム始まって全然説明文読んでなかった。
か。あ、遅れてるね。今の踏切ボーナスある。制限解除。ボーナス逃した。この上駅通過。あ、右くんじゃ。あ、でもホーム長いんだよな。1秒遅れだったら。高さが 750m で、で、どこだ？もう落としすぎたな、ちょっと落としすぎたと思いますね。制限45、で制限30がありますね。ご乗車お疲れ様でした。まもなく終点、ここが30ですね。お降りの際、車内にお忘れ物等ございませんよ。こんな感じで、まあ速度違反になっても25秒なんでね、まだ余裕はあるんですけどね。ウォッチ2にしてちょっともうちょっと再加速して、もここで終わりかな。再加速ができない。今回目印がちゃんとあるんで、女子高生がさっき立ってたんでね、そこで制限
50m、 電子目標が 50m。 どこだ停止目標、あ、あったあった。難しいな本当に。あ、やばいかな、時間たっぷりある。はい、まあこんな感じで。おめでとうございます、全区間走破。アハ29cm、 5秒。あ、よかった。445っていいのか悪いのか分かんないよね本当に。でエンディングです。名前入力して終わりですね。いや鉄人モード難しいよな。鉄人モードを攻略するためにわざわざ攻略本まで買ったんですよこれ。電車でコースに、まあ1000円ぐらいで買えたんでまあ良かったんだけどさ、余剰編とかオークションで見たらさ2500円とかするからさ、さすがに
攻略本でね、2、3000円出すのめんどく、まあちょっとなって思って、めんどくさいっていうか、めんどっていうのもなんか、もう表現もおかしいですけどね。さすがに手が出ないなと思いましてね。これをね、珍しく一発クリア。まあさっきは、さっきね、787系鉄人モードでやってたんで。まあ忘れないうちにやった方がクリアしやすいと思ったんでね、一発でなんとかクリアできたけど。まあこんな感じですね。電車でゴー！はい、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。